ちょっとかなくらい経ってるけど、楽しく、キーパーについて学習できる場所だと思います。仲間もみんなキーパーなんで、まあ、なんかチームと違ってなんかたくさんみんなと共感できるところがあって、そういうところがね、いいところだなって思います。熊本本校はね、7月から、2クラスにね、変わります。小学生基本的にコーチが見ていくんだけど、まず一つ約束事として、ちゃんと人の話を聞けるような態度、そして目線、そういったところをちゃんと聞いてみて。やっぱ本校は一番人数が多いので、そんな態度も得意がある子いっぱいいるし、自分の長所、短所にそれぞれ還元できる環境というか、成長できる環境じゃないかなと思います。時には厳しく、時に優しく接してくれて、コーチングとかもキーパーがちゃんと試合で活躍できるように教えてくれてます。これ行け、もっと早く来て、こっちへ。山田の方行け、山田の方行け。まず起き上がったら何がある？そう、シュートがあるね。じゃあ何しないといけない？構えない。そう、構えない。オッケー。じゃあこっちから出てきたら、こっちに移動する。サイドステップ遅い、サイドステップ遅い。はい。遅い、全部が。スピード感上げて、スピード感。人を動かせば、賑やかで、まあ、やっぱまずは楽しんでもらうことが一番だと思うんで、そこが、こう、みんなが楽しく、真面目にやれてるところが、いいところかなとは思います。技術とか山さんが教えたりするんですけど、最初は小学生には難しいかなって思ったんですけど、しっかり理解してやれてるんで、パスっていうところかなと。キーパーに特化した練習ができる環境っていうのはすごく羨ましいなと思いますし、なかなかこうキーパーの特化した練習っていうのはなかなかチームじゃないので、こうやってキーパーだけフォーカスした練習ができるのはすごくいい感じ。いいプレーをした時にちゃんと反応して、悪いプレーをした時にもちゃんとなんか、アドバイスだったりを言うってことね。OK、素晴らしい。もっと大きい声を出すのと、それともっと明るく、雰囲気明るく、どんどんやっていくってことだね。まだやっぱり全員でトレーニングを作り上げれてる。話を聞く姿勢、態度、取り組む、意識、もっとそういったところを変えるとプレーも良くなるし、コーチが言ってることをすぐしっかりと耳で聞き入れて、それをちゃんとプレーでこうできるようになっていくので、トレーニングとはまた違うところね、そういったのをもう一回変えてトレーニングやっていきます。いいですか？はい、はい。フィールドからゴールキーパーに転向することになりまして、クラブチームだけではできない練習をこのスクールでやってみたいということを、活気があってすごく息子も楽しくやってますので、勝ちにこだわることができるようになって、もう負けたらとことん悔しがるし、泣くぐらい悔しがるような、でもいろんなプレーを覚えるようになって、やっぱり勝つっていう意識がだんだん芽生えてきて、まあ、上を目指したいのももちろんあると思いますので、すごく勝ちにこだわるような子になってきました。
楽しいし、よくわかるから、試合でも結構使える。さあさあ、さあさあさあ。スキルが、うん、よく学べるし、コーチもいい人だし、よく学べます。まだうまくできなかったところ、うまくできてると思うので、次の試合を出していきたいです。濡れたりしたら、褒められるから、それが楽しいです。ボールからしっかりつける。体も横になるんで。はい、はい、行こう。クロー、はい、思い切って、痛くないから、はい、痛くないから、はい。思い切って体を真横にしてみる。やだ、スキップ。浮いたボールが来たからって慌てないで、しっかりボール見て下がって対応しよう。そう、ナイスポジション。そう、これ。おー、スキッパー。そう、しっかりボール見れば対応できるよ。練習の質がすごい良くて、なんかいい練習ができるなと思います。今日の試合でポジショニングが行かせてなかったので、今日みたいな練習ができて良かったと思ってます。止まる。そこから。そう。そう、グッパー、レスキュー。手をかけて腕、打ってよ、打ってよ、はい、おしゃれー、おしゃれー、そしたら、北方向学生の人気ので、斜めが針やん、うまくかったら、あー、オッ、来てる、来てる、コーチ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 、ありがとう。オッケー、上げて上がろう。上げて上がろう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にすごいじゃん。はい、揃えられるんだったら、どっか統一して揃えて、こう全部横一覧絶対無理だから、うん、2人、3人ぐらいが横並びで並べるようにしてっていうふうに言って、みんな意識してたんかな、ポジション。まあ意識はしてたとは思うけど、状況をちゃんと状況を多分理解はしてなかったかなって思う。結局1対1とかやっぱ多かった。そこをちょっと次1対1では、まあ、どういう風にやるかをもう一回考えて、ちょっとまたメニュー。俺でも2クラスいいなって思ったな、うん、まあ、山さんが両方来れるのはめちゃくちゃ高いな、うん、山さんがオブザーバーで入ってっていう形になれば、うん、まあ、より理想的な形、うん、もしくは山さんが、うん、まあ、今はこう小学生にいるけど、まあ、行ってきたら中学生に向かって中学生にいて小学生を全員2人で分けてみてみたいな形ができたら、うん。